避難港地方港湾の指定を受けている江戸時代末期に函館港とともに日本最初の開港となった。下田港は江戸時代から江戸に向かう船舶の寄港地として繁栄した。毎年3000隻の戦国船の入港があった。江戸末期の加盟7年3月3日に締結された日米和親条約により下田港は 函館港と共に同日開港され、外国船へ、新幹、食料、水を供給する補給基地港となった。しかし5年後の安政6年の日米、修航通商条約により神奈川港などが開港したことに伴い、下田港は安政6年12月12日に開港が解かれた。昭和8年に東京湾汽船の客船が修行すると、下田港は観光港として栄え、 翌昭和9年には、開港80周年を記念して、第1回黒船祭りが開催された。第二次世界大戦中の昭和20年には、海軍第16突撃隊、陸軍潜水輸送隊、海軍第6海流隊が、下田港へ配備された。戦後は再び観光港として歩んでいった。伊豆急下田駅より、徒歩20分、または、タクシー7分。 ありがとうございます。